偉大だ。悪いマシロ、ちょっと。イチカの花の件なんだけど、なんで種を植えないのか聞かれることが増えてきてさ。お前が辛そうだからってことで先送りにしてきたけど、どうする？ん？そうだよね。俺は無理しなくていいと思う。気持ちの整理がついてないなら。タロチンとシロちゃん最近仲いいね。二人だけで話してること増えたかも。気のせいじゃね。声裏返ってる。怪しい。本当に気のせいだよ。私はうちらと距離できたよ、イチカが死んでから。ああ、いや、でもぶっちゃけみんなも気になってたよね。それはそうだけど、イチカが死んだのはうちらだって悲しいよ。でもそんな風に落ち込んでたら。落ち込んでなんか。じゃあなんでイチカの話しなくなったの？わざとしないようにしてるよね。おい、もういいだろ。よくないよ。っていうか、なんでタロスケが出てくんの？そうだよ、うちらはシロちゃんと話してるのに。タロちゃんのターキン。なんで？イチカのことだけじゃない、これからのコロニーのことだってそう。話したいこといっぱいあるよ。でもマシロはずっと何か考えてて。僕たちにも言えないことなの？ごめん。真代が何考えてるか全然わかんないよ。ちょっ、気にすんなよ、うまくフォローしとくからさ。いいのかよこれで。知ったらみんなもっと傷つく。そしたらコロニーミューがバラバラになっちゃう。でもそれじゃあマシロちゃんがずっと辛いよ。いちかちゃんの花のこと考えなきゃ。ちょっと花畑に行ってるね。大丈夫かな。仲間を守るためにした選択がかえって仲間を遠ざける。これではあまりに報われない。このままになんかしないだろ、ランツ。当然だ。あいつ大事なこと忘れてるっぽいしな。花畑に行こうぜ。みんなといたくて変わろうって決めたのに、苦しいなんて思う自分が嫌だ。成長しない自分が嫌だ。会いたいなんて思う自分が嫌だよ、いちかちゃん。おい、お団子ターキン。私？他にいねえだろ。仲間も自分も傷つけて見て見ぬふりしちまってるバカはよ。らしくねえぞ。新しいコロニーミュー作るんだろ？私だってこのままでいいなんて思ってない。でも怖いの。何が正しいかわからなくて、大切なこと間違えそうで怖い。俺たちがいてもか？一人じゃわかんねえことはみんなで考えりゃいいだろ。同感だが、君が言うといまいち心もとない。おい、私も怖い気持ちわかるよ。だからマシロちゃんと一緒に悩みたい。せいちゃん、マナナにもお手伝いできることないですもん。ナナリ、一人で悩んでんじゃねえよ。次俺たちのことを忘れたらターキンマシロって呼ぶからな。かわいいですもん。マナナも呼ばれたいですもん。お前な。みんなありがとう。あのね、いちかちゃんのお花のことなんだけど、
一花さんのお花は植えちゃダメ。もうぐーちゃん代わりにこれを埋めるも一花さんに頼まれたも。え、これは多分鍵だと思うも。かなり古いけども。鍵？何のだろう。そういやあいつたまにどっか出かけてるとか言ってなかったか。あ、もしかしてそこに関係あるのかも。ぐーちゃん他に何か聞いてない？ごめんなさいも、いちかさんは秘密が多かったも。手がかりがなければこちらから情報を取りに行くしかない。可能性があるならエルティア中継基地だろう。彼女はここ一帯を統治していたはず。何かしら痕跡が見つかるかもしれない。目印でも残してくれてるってが。あったとしても当時は偽装していたはずだ。だが今は能力の効果は切れてる。見えなかったものが見えるかも。心当たりがなくても行くべきも。真っ白が知らない一花の足取りたどれるかもしれないも。珍しく親切じゃねえか、うん、パワーアシストもう調整してやらないもん。なあ、なんでそうなる。よかった、笑ってくれた。エルティア中継基地調べてみよう。うん、前みたいに集積情報管理ルームの端末からそれらしい情報を探そう。奴らは中だ、畳み込め。どんどん集まってくる。足止めして端末を調べるも。だな、頼めるか。もも、リクが調べるも。それが一番時間を稼げる。得意じゃないも。大丈夫ですも、マナナもいるですも。余計心配になってきたも。二人なら大丈夫。ナナリンは本番に強いし、リックンは冷静な判断ができる。苦手なことだって仲間と一緒ならできるよ。来やがった。ここは絶対通さない。これで終わりかな。こっちもなんとか開けたも。アグネスの広域地図、軍事基地の情報だね。おい、こっからどうやって一花の行きそうな場所を割り出すんだよ。文句言うなも。他の情報は閲覧できないようになってたも。多分前よりロックが厳しくなってるですも。マジか。あ、それじゃあ。いや待て、ここ地図上では軍事拠点となっているが。え、そこには何もなかったはず。地図が間違ってるですも。うん、管理システムが機能してる。ここ何かある。行ってみよう、マシロちゃん。これ死生館の秘密の匂いがプンプンしますも。きっとここが秘密基地ですも。これいちかちゃんの個人データ。こっちは別の人の。偽装に使う設定かもしれない。おそらくこうしてどんな人物になるかを決めていたんだろう。ケベスと取引するのに姿を変える必要もあったのかもな。こっちは収穫の対象者リスト、ケベスの分もある。彼女はきっとケベスの執政官でもあったんだ。姿を消す期間があったのはケベスの執政官として動いていたから。マシロちゃん大丈夫？分かってたはずなのにな。
どうして苦しいんだろう。辛いよね。何も知らなかった自分が何度も切り刻まれてくみたい。それでもマシロちゃんは本当のことを知ろうって決めた。違う？違わない。苦しくても忘れない。そう決めたんだ、あの時。それに決めんのはまだ早いだろ。鍵使ってないですもん。しっかりするもん。見えてるものが全てじゃないってマシロは学んだはずもん。うん、ありがとうリック。この箱、貝殻とガラスか？それにアクセサリー？私が誕生日にあげたの。貝殻はお揃いで拾った時ので、こっちはみんなで作ったお守り。綺麗にしまってある。大事にしてたんだ。閉じ込めようとしたんだね、自分の気持ち。こいつはこういうやつだって決められたら楽だよな。けどそれじゃ大事なもんを見失っちまう。想像と虚像は見分けにくいんだ。だから迷って決めつけたくなる。大事なもの見つかった？生き抜こうって最後に伝えてくれたんだ。あの約束は今も私の中で生きてる。守れそうですもん。うん、やっと分かったよ、いちかちゃん。ここはこのままにしとくのか？うん、話すより見てもらった方がみんなに伝わると思う。話すのか、ミュウの仲間に。受け止めきれない子もいると思う。だけど新しいコロニーミュウは見たくないものにも向き合うことから始めなきゃダメなんだ。この苦しみを乗り越えないと本当の意味で変われない。それをいちかちゃんが教えてくれた。マシロちゃん大丈夫だよ。せいちゃん、いちかちゃんはもういないけど残していってくれたものがたくさんある。コロニーもみんなも一生懸命守っていくよ。戻ろう、みんなのところに。アーヤ、みんなも聞いてほしい話があるんだ。不安にさせてごめん。話すかどうかずっと迷ってた。いちかちゃんのこと。何があったの？真っ白の様子がおかしいのは、いちかが死んだせいだと思ってた。それだけじゃないんだね。うん、私に勇気がなかった。みんなが傷つくの見たくなくて、見たいものだけ見ようとした。それがもっとみんなを傷つけたと思う。待って、どういうこと？シロちゃんは何も悪くないよ。間違えたのはいちかちゃんだけじゃないの。それにやっと気づけたから、もう一度私も
ゼロから頑張りたい。その話をさせてほしいです。ダメな軍務長でごめん。そんなことない。一人で戦わせて、乗り越えさせて、ごめん。長くなっちゃうけど聞いてくれる？もちろん。シロちゃん、一緒に背負うから全部聞くよ、みんなで。あいつ勇気あるよな、泣き虫のくせにさ。間違えるのが怖いって気持ち乗り越えたのかな。な簡単にはいかねえだろ。けどもし間違えても、それがきっかけで本当に間違えたくなかったもんがわかる。そう思うことにしたぜ俺は。私たちも頑張らなきゃね。ああ。